鎌田氏は日本の氏族の一つ。歴史上、江戸氏の支流とされる江戸鎌田氏と道の区石川氏の有力一門である石川鎌田氏が知られる。2018年現在は東京都、京都府、兵庫県、岩手県などに見られる。鎌田氏は武蔵国を発祥とする武家。本生は平氏。家系は陳不将軍、平良文の孫、平進久氏を祖とする。 秩父市の一門で、鎌倉幕府の有力御家人であった名門、武蔵江戸市の主流の一族。通字は10、十。過祖、鎌田忠武は、江戸市十二代江戸長門の次男、江戸省長の子で、南北朝時代に鎌田里を領有して、鎌田氏を起こした。また、江戸長門の三男、江戸柔道も鎌田入道を称している。江戸長門は、 日田氏一族の一板た氏政の姉が聖母とされるが、人見玄の合戦では、足利高氏に従って、日田氏と戦った。江戸長門が鎌倉を目指して挙兵した日田義之の迎撃を命じられると、鎌田忠武も首謀者の一人として参加し、矢口渡るで日田義之を暴殺したとされる。鎌田氏は、永二十七年の江戸締屋坂と手に、鎌田殿一と後と記され、 江戸市代々の総伝の土地を所領としていることからも、他の諸家とは別格扱いであり、江戸市一門の中でかなり勇敢ない絵柄であったことを物語っている。鎌田流江戸市とも称される。室町時代には本家の江戸市と共に関東足利市に仕えた。取得元年には江戸長戸が得た温承地のうちの稲毛昌渋口里が岩松正国へ与えられたが、 江戸省庁、鎌田忠武らが、渋口里の引き渡しを妨害した。そして、大事恩治領の大森里、長富豪を鎌田家の由緒ある土地であるとして横領し、足利光金から老石を辞めるよう命じられている。このことから、鎌田氏が稲毛方面へも進出したことがわかる。影響10年、影響の乱中の早川尻の合戦において、忠武の子である。 鎌田道州は、足利持氏法の上杉定直の家臣として、激しく戦ったが、敵があまりにも大軍であったため、防ぎかねて打ち死にしたと、される。本土自家古町において、鎌田殿大型と呼ばれている、廟庭には、鎌田道州の性質と推定され、鎌田殿は、鎌田氏の当主や、総領の損傷と考えられる。その後の教徳の乱において、 鎌田道系やこの鎌田明中など、一族の戦士が相次いで、鎌田氏は衰退し、新たに勢力を拡大した戦国大名、ご北上氏の影響下に入って、家系と領地を保った。A62 年にご北上氏が作らせた小田原州所領役長には、稲毛省築月号を領する、鎌田助五郎など、鎌田周辺に所領を有する多くの鎌田氏が記載されていることから、 当時、鎌田氏の一族がこの地域に分居していたことが、わかる。後北条氏の家臣となった、鎌田板末は、下草守る、入道後は、十連徒法して、慶長十三年三月三日に没した。松室茂の孫、鎌田十部は、北条氏直に仕え、足利義氏の命により、佐京介に任じられたほか、神奈川の戦で功績を挙げ、北条氏直から、 感情並びに、家音を賜ったとされる。十部の性質は、梶原景信の娘。また、御法上氏で、御家門と同様に尊称されていた、六号殿は、江戸鎌田氏の当主であるという説もある。天正十八年に、豊臣秀吉による、小田原征伐で、御法上氏が滅びると、十部は、老人を経て、土井都市に仕え、慶長十九年の大阪冬の陣に、 この鎌田十吉と共に従軍して、六百国を賜る。この十吉も五十国を賜り何度奉行を任じられた。ほか、翌年の大阪夏の陣において、江戸邸を守り、貴人のご先行の者と等しく、恩賞を賜ったとされる。しかし、藩主土石の一時断絶による、藩主削減で浪人し、道の草真中村藩の藩主小島氏に、養子入りして、近世以降も、 家計を保った。相馬中村藩の終身家父には、江戸四郎茂津具公営江戸新五郎をいた末、武州六号鎌田にジュース、小西を鎌田と称巣とあり、松室茂定住十部十吉と続いたとされる。五大寺は、大田区鎌田にある日元州、明天寺で、北鎌田村にあった、大谷保が、江戸鎌田市の館跡とする説がある。石川鎌田氏は、 道の国を発祥とする武家。本性は源氏。家系は、陳府将軍、源、三中の次男、源、より近の流れを組む道の区石川氏の主流の一族で、源の有光の原尊、坂地三重を外する坂地氏の主流。源の有光の八世孫、坂地三弘の子、鎌田金光を外する、道の区石川氏の有力一門。坂地三弘の子。 金光は、道の区国白川郡石川郷内の鎌田村を、漁して鎌田家を称した。その後同地を本拠に、道の区石川市の有力諸家として活躍した。鎌田金光は、兼務2年以来北朝の足利高氏に従って、欧州島を転戦した。欧州官令のキラ・タダシ家からもしばしば所領を安堵されており、施設にも寄与されているほか、 欧州総大将の石頭義望に、従い某公衆としても活躍している。文画2年のうつ本城攻略では、金光は、柴塚の陣を攻撃して打ち破り、長平次郎の戦いで子息の鎌田末光が傷を受けた。後に、金光は、着手の鎌田義光に、鎌田村を相続させ、末光にも一部を与えた。欧栄2年には、鎌田民部昭遊光広が、 道の区の田村市政伐に参加し、佐川城を建守した校で、芝市から地業を安堵され、大米11年には、稲村久保の足利三津佐だと、佐川久保の足利三津田だとに忠誠を誓った、笠連番城に、鎌田長友利光への名が見える。文安6年、鎌田動員は、結城正しの攻撃を受けて敗北し、鎌田城は、破却。 書領と文書は没収されてその過信となった。有力な一族であった鎌田氏が没落したことで、間もなく道の区石川氏の総領も、有紀氏に降った。福島県古戸の町には、石川鎌田氏の居城であった鎌田城跡があり、石垣などが現存しているほか、麓には、水堀と土塁が巡らされた、石川鎌田氏平時の際の館跡が確認されている。広崎藩氏に、 鎌田氏がいる。一族には、広崎半藩校福田田志学を務めた鎌田多門や、青森県西津軽郡長を務めた鎌田正清氏がいる。岩手県久慈市山形町の鎌田氏は、武蔵区に発祥とされる。鎌田春道は、かつて、道の区国和賀軍を治めた和賀氏に従い、和賀、冷え抜き一期や岩崎一期で活躍した。ありがとうございます。